70名以上の方来ていただいているようなんですが、本当に今日私のために来ていただいてありがとうございます。それでは、私鈴木克樹31歳何を思って何を考えているのか、そして春に向けてこの街をどうしていきたい、どう変えていきたい、そんな思いが皆さんに伝わったらいいなと思って、少しお時間をいただけますでしょうか。ちょっと長いです話をさせてください。私の思う政治画像というのは、たくさんの人の声を拾い上げてそれを活用する場所まで持っていくというのが政治家の姿ではないかと思っています。皆さんありませんか？なんか日常の生活に困りごととか、もっとこうなったらいいのにっていう思い感じたことありませんかね？そんな時に便利に何でも助けてくれる人、そういったイメージですね。そういうイメージを私は理想の政治画像として持っています。そして私のこの思いは今までやってきた活動の全てに反映されています。先ほどの VTR にもありましたが、今日それこそ仲間が作ってくれて初めて見たんですけど、ちょっと懐かしくて涙が出そうになったんですが、懐かしいなと思いながら、今の僕にできることなんだろう、今の僕にしかできないことなんだろう、そういった気持ちでいろんなことやってきました。私の専門は福祉と街づくりです。福祉の分野においては NPO ポポロの代表となり、生活困窮者の支援を現場で行ってきました。皆さん知ってますか？静岡市の生活保護にかかるお金って年間120億かかっています。この額を減らしながらも本当に困っている人を助けていきたい、助けてって声出したくても出せない方っていっぱいいるんです。そういった方をなんとか法律の力、行政の力で助けていきたい、民間の力で助けていきたい、そんな思いで始めました。そしてそれだけじゃなく、皆さん先ほど友人の駒井君がフードバンクと言いましたが、フードバンクって知らない方多いかと思うんですが、例えばジュースとか伊藤園の多いお茶、個人出しちゃっていいのかなとかあったとした時に、印刷が多いお茶とかになってたら伊藤園売れないんですよ。多いお茶は飲めるのに多いお茶で売りたいから捨てざるを得ないわけです。印刷ミスとかあると、それを寄贈を受けて無料でもらって生活に困っている人とか福祉施設に届けるという活動がフードバンクです。これ全国でも行政と連携をしてやっているというところは山梨県1個だけです。これを静岡市で根付かせたい、そんな思いで、今日一緒に視察行ったメンバーとかも来てくれてると思うんですが、見学に行ったり勉強してきました。そして今では富士市、富士宮市、裾野市、そして10月からは静岡市でフードバンク行われます。フードバンク行われることでどんなことがあるか考えてみてください。東海大地震もうすぐ来ると言われて、もう私たちが子供の頃からずっと言われています。東日本大震災、忘れた頃に東北に来ました。フードバンクがあれば救援物資、各自治体で食べ物が確保できるんです。被災に遭った方が、私たちがもし被災に遭った時にその食べ物を使うことができるんです。でも今の状態では救援物資待つしかないんです。企業さんもどうしていいかわからない。でもフードバンクがあればそれをつなぐことができる、そんな思いで今取り組みを始めています。それだけじゃなく、災害時には救援物資を持って被災地まで行き、静岡ですのでお茶碗プロジェクトと称しまして、お茶を届けました、食器も届けました、とっても嬉しかったよと手紙をいただいて、本当にここにいる方たちの中でも被災者支援、被災地支援を行っている方もいっぱいいると思うんですが、最初に私のところに1本メールが来ました。 3.11 の次の日に、何かしたいんだけどできない、どうしたらいいかわからない、そういうメールいっぱい来ました。
だったら僕ができるに変えるよ、やろうよと言って活動を始めました。こういったように若い人たちでも経験を積んだ方もそれぞれ分野は違えど、どうしていいかわからないということってあります。それを僕は活用できる場所までつなげていきたい、そういった思いでこの4年間過ごしてきました。まちづくりの分野に関しましてはさまざまな委員を歴任してきました。静岡市で皆さん第二次総合計画という計画が立てられているということをご存知でしょうか。その都市基盤の市民委員に私なっていました。東静岡駅を都市として発展させたい、お金を使って発展させたいという静岡市の意向を、借金があるのに無駄だと、490億かけて東静岡をやるより、それよりも先にやることがあるだろうと皆さんの代表として言い続けました。その結果、私の力不足で予算をつけるということは避けられませんでしたが、目標を3つの都市という言葉から静岡清水の2つの都市とそれを補完する東静岡という文言に変えさせました。これは今後の静岡の施策で、東静岡に静岡清水並みにお金を使いますよっていうことだったのを、清水静岡よりはお金を使わないようにしますけど、ここの間を取るような町に作りたいですよっていう方向に変えたということですね。これ文言一つでもすごく大変だった、でも僕に力があればもっとできた、皆さんの声を拾って皆さんの声を運ぶ、それが僕はしたかった。でもその文言一つ変えるだけで精一杯でした。もっと皆さんの声を運べる存在になりたい、もっと皆さんの声を届ける立場になりたい、そういった思いでこの4年間過ごしてきました。今回選挙に挑戦しようと思うことにあたり、いろんな方に意見聞いてきました。本当に4年間ずっと聞いてきたのかもしれません。ある家庭、親子、子供さん3人いて、両親いて、お父さんが非正規なんですね。正社員になりたくても全然受からない、そういった方に聞きました。子供の保育園もなかなか見つからない、就職もなかなか見つからない、4人目は欲しいけど今の経済状況ではとても無理だ。鈴木さんが、鈴木くんが選挙に出て議員になってくれるんだったら、僕は子供たちの将来安心して任せられると、僕たちの金のない貧乏人の声を運んでほしい、普通の人の感覚が分かるような街に変えてほしい、そんな言葉をもらいました。あるお母さんと話しました。障害を持っているお子さんをいる家庭というのはもう珍しくもなく、たくさんの家庭で持っている方います。そのお母さんからこんな言葉聞きました。私が生きてる間はいいけど、私たち夫婦が亡くなった後、誰がこの子を見ていくんだろう。その当事者じゃなきゃわからない声ですよね。社会で守る仕組みを作ってほしい、私も頑張るけど、志半ばだったら和樹君にそれを持ってってもらいたい、そんな声をいただきました。そして若い学生と夜な夜な語り合った時に、政治家って誰がなっても一緒だろう、政治家なんて投票なんて僕一票行ったっていかないよ、僕投票権東京にあるから、静岡は大好きだけど静岡のことなんていいよって言われました。でもね、鈴木さんが静岡変えたい、日本変えたいと思うなら、僕の声がその役に立つんだったら僕らの考え変えさせてよ、鈴木さんが変えてよ、僕らの考えを変えさせてくれと、僕らも不信でいっぱいだと、学生はよく利用されると、僕らが政治家って利用するばっかじゃないなとか、政治家っていろんなことやってくれるなって思わせてよと言われました。本当に皆さんに声聞くと、家のちょっと周りを発展させてくれよとか、お金が回るようにしてくれよとか言う人全然いませんでした。自分の私的なことを言う人全然いませんでした。これを聞いて思いました。私のやってきた経験、見てきたこととかを、それを活用する場所に私は行きたい、皆さんの声を拾って、皆さんがじゃあ行政のこと勉強するって言ったら大変です、代わりに僕が勉強してそこまで持ってきたい、
皆さんの声が拾える世の中にしたい、そんな風に感じました。ですので私は名前を売りたいわけでもなかったので、鬼ごっことかもやってますけど、まあ、ブービーちょっと作ってくれた人が入れてくれたみたいなんですけど、代表もおりました。私が、まあ、フォローするだけでもうあと回るだろうと。僕は自分の名前がドッカン売れたいわけじゃないんですよ。町づくりを通して若者が活躍する、福祉を通してお母さん方とかそういった当事者の声を拾うような場所を用意する、そういったことに力を入れていきたい。商店街どん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 寂しくなってます。私は自分の名前を売りたいんじゃないですよ。小さい頃に歩いた駒形商店街、小さい頃に歩いた千元商店街、活気を取り戻したい。そのためだったら私何でもやります。そんな思いから今回来年の春挑戦しようと決意しました。皆さん、いろんな世帯があるように、その世代によって悩み事違います。障害者のいる家庭だったらもちろん障害者福祉に興味があるし、引きこもりの子がいれば引きこもりの支援、ニートの支援に興味があるし、スポーツが大好きな人だったらスポーツの街づくり興味があるし、カウンセリングとかやってる人だったら精神障害の持つ家庭だったり、うつ病、そういったもののケアとかに関心を持つし、いろんな関心があります。僕の勉強が追いつくか分かりませんが、全部ひっくるめて皆さんの思いも行政に反映させる、そういった政治を僕はしていきたい。政治家がもっともっと頼られる仕組み、そんな街にしていきたい。私はそう感じています。そのために3つの約束をします。お配りさせていただいたチラシの中にありますが、今日のために用意しました。本当はね、いっぱい書きたかったんですけど書ききれない。ですので大きく分けて3つ書きました。キーワードは全て人です。静岡市は借金が平成24年度で6600億あります。これ4年前5600億ですからすごい額増えましたね。1000億です。この借金って皆さん実感してないですけど、皆さんが払っていくことです。皆さんの子供も払ってきます。親と生まれた赤ちゃんも、経験を積んで社会に貢献してきた80代の方、90代の方も、全てその負担は背負っています。私は未来の子供にこれ以上ツケを残したくない。私が子供の頃、50代60代の方がこの静岡、この日本を支えてくれた。今度は僕の番です。僕たち世代の番です。安心して働き盛りだった人が老後を迎えるように頑張りたいし、これから未来を担って子供たちのにツケを残さない政治をして、その子たちの手助けをしたい、社会を担っていきたい、そんな思いからまずは静岡市に仕事を作りたいと思ってます。富士市では、私静岡だけじゃなくて富士市でも仕事してるんですけど、製紙工場なくなっちゃって若い人が就職で帰ってこれなくなってます。静岡まだ仕事ありますけど、仕事がなくなれば静岡で就職したくたってできないわけです。静岡に仕事を作る、これが私の目的です。そのためには徹底的に人だと思ってます。人材を育成し、そのノウハウを持った人たちが具体的なアイデアを持って街を活性化させる、その手助けを行政がやるべき、行政がやっていくべきだと思ってます。社会起業家という言葉がありますが、社会を変えながら儲けを出す、そういった社会起業家の育成だけではなく、シングルマザーの就労支援、とにかく就労するには人です。人が石垣と言いますが、人を大事にした仕事の生み方を模索していきたい、これが一つ目です。二つ目、人のネットワークで社会的課題を解決したい。皆さんご存知でしょうか、待機児童静岡って昨年度から120人増えました。これ行政の統計なんでもっといると思います。保育ママ制度という制度、静岡市で始まりましたが、東京で失敗してるんです。なのに静岡でそれを取り入れる、お母さんたち疲れちゃうんですよ。その中で保育ママ制度という制度を使わずに、例えば高齢者と子どもたちの施設を一緒に
併設させて、高齢者が子どもたちの面倒を見たり、子どもたちが高齢者のことを見たりっていう相互の支えたり支え合えたりの仕組みを作れば、施設の職員という負担はだいぶ減るんですよ、併設してあれば。その養老一元化に図りたい。例えば学校の先生もそうです。貧困家庭の子もいればモンスターペアレンツ、もううるさいこと言うお母さんもいる、いろんな生徒一人一人でもいろんな問題が関わっているわけですよ。先生が子供に向き合う以外の時間が全然取れない。ですから NPO 団塊世代だったり、企業を巻き込んで子供の学びを保障するシステムを取りたいと思っています。これ中野区でもやってます。静岡でできないわけがないです。これをぜひ取り入れたい。そういうように人が集まればアイディア、仕組みをどん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 、新しいし、こんなのどうだろう、こんなのどうだろうっていうふうにアイディアが生まれます。私は人のネットワーク、つながり、人の思い、そういったものをつなげるというのを施策に反映していきたい。3つ目、皆さん議員って会ったことそんなにいっぱいないですよね。ちょっと宗教を信じてる人とかあったらまた別かもしれないんですけど、いろいろなんかあったりとか、地域にいるよとか、それ以外見ないですよね、そういう近い人以外は。もっと言うなら私出ようとしてますけど、私以外の政治家知ってる人ってそんなにいないですよね。もっともっと議員って身近であるべきだと思うんです。なぜならさっき言ったように、皆さんの諸々の家庭にある社会の問題を拾い上げるために議員というのはもっと身近にいなきゃいけない。ですから徹底的に議員改革をしたい、議会を変えたい。そしてその中でも特に皆さん、市役所ってどうやって書くか分かりますかね。市民の役に立つところって書いて市役所なんですよ。役所に行くとこうお役所仕事じゃないんですけど、非常に分かりづらい説明多いですよね。外部監査を入れて徹底的にどこまでも親切にホスピタリティを充実させていきたい。議会改革、役所改革をしなきゃいけない。この3つの約束、これも役所の職員、議員も人ですから、人の徹底的な育成、これを図っていきたい。結局のところ、世帯ごとにいろんなつながりができることによって、その中で皆さんで地域の問題は地域で解決する、そういう仕組みを私は作っていきたい、そんな風に思っています。この3点を皆さんの約束として、よくお願いをする政治家っていっぱいいると思うんですが、私は約束をしたいと思います。約束します。皆さんが、僕らが胸を張って子どもたちのために静岡いいとこだよって言えるように、そんな街にすることを約束します。そしてそれがどんどん広がって、県内、全国に広がって、そして世界に広がって、皆さんの当たり前が通用するような街にしたい、そんな風に思っております。最後に、本当に私たくさんの人に支えられてきました。感謝するとともに、これからも皆さんにご迷惑かけると思いますが、どうかお力を貸していただきたい。私も市政の壇上へ押し上げていただきたい。私からのお願いとお約束です。ご清聴ありがとうございました。